ほう、新車買ったと。そうなんですよ、貯めた給料で買っちゃいました。模型って高いでしょ。それを君は204も持っているとか言ったらいくらになるだろうか。数十万円くらいですかね。わお。で、何買ったの。それは後のお楽しみです。とりあえず来てください。あれから3回くらい変えたんですよね。それでも伏線と単線には変わりないんだね。うん、早速走らせる前にさ、一つ聞いていい？あれ、何のカード？あ、あれですか？ゲームカードですよ、見ても。だから何のカードか聞いているんだよ。確かにちゃんと詳しく言わないといけませんね。これはバンダイのバナパスポートです。なんかゲームやっているの？太鼓の達人と何かぐらいですね。
両基地に C57 と 20K を入れますよ。敵みたいな車両基地にね。ねえ、昨夜メンテナンスしてる？マルチクリーニングカーで爆走させたばかりですけど。なんかいきなり走り出したけど、これ大丈夫だよね。さて、ここから今回のメイン、新車ですよ。新車？何買ってきたの？合わせないでください、ミルクさん。ゆっくり見ていきましょう。この新車って新幹線？はい、新幹線ですよ。コンセプトの3両しか買ってませんので期待はしないでくださいね。それで、各地にあるの？これ、目隠しみたいなものですよ。もうすぐお見せしますので、今回はこちらの H5 系を購入しました。北海道新幹線の車両だね。見るからにかっこいいじゃない。次は開封して線路に乗せるんだよね。そうですよ。なので少しお待ちください。はい、準備が整いましたよ。ラベンダーをイメージしているのかな。パワフルのラインがいいよね。北海道新幹線のロゴマークがいい味出しているよね。同じ向きで走っていますし、新
感じ。別の意味で怖かった。給料上がるんじゃない？
出番の回数が給料変化につながるんだったらいいんですけどね。もしそうだったとしたら、茶番でしか出番がほとんどないメンバーはあんまり多くなさそうだね。じゃあ私たちは部屋に戻って寝ようかな。今日はありがとうね、昨夜。また誘ってちょうだい。じゃあね。はい、おやすみなさい。さてっと、最近なんか私、出番が若干多い気がするんですよね。私はそっちの方がいいんですけどね。では本日はこれでお開きといたします。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。